こんにちは、こんばんはか。間違えた。あれ？こんにちは、こんばんはって打っちゃった。どっちでもいいか。こんばんは。ちょっとチーク塗るわ。珍しい時間。そう、今日はね、お仕事あったんだけど、朝から早く終わって早く帰ってこれたので、そう、お買い物もしたんだけど、あ、そう、今日服買いに行って、終わった後、お仕事終わった後にショッピング行って服買っちゃった。可愛くて、12日に着る服を買いに行ってきて、今日12日に着る服を買いに行き、で普通に自分が好きな服を見つけて2着も買っちゃいました。おさげかわいい、ありがとう。さっきやった。さっきやったの、ちゃちゃって。なんか買った？服買った。イベントで、イベントというか12日にトークショーがあるんだけど、そこで着る服と、あとは個人的に私服で着ようかなって思ってる服を買った。まあ、また多分 SNS にも載せるから待ってて。何色の服？内緒。写真撮るね、来たら。こんにちは。久しぶりに確かにお下げしたわ。あ、そういえばさ、アサルトリリーどうでしたか、皆さん。当たった？チケット。当落の発表があったみたいで。仕事中にスマホ見たらショールームの通知来てて驚いた。うん、そう、珍しい時間なんだけど、やっちゃおうって思って。みんなお仕事中だよね。当たった。あ、本当？投げた分は当選してた。お、マジ？よかったよかったよかった。なんか外れちゃったって方もいて。いっちゃん大事な日 OK やったから OK。いっちゃん大事な日 OK やったから OK やで。あ、大丈夫だった？三つ編みピヨーンってして、こう？ピヨーン。明日は早くない。今日が早かった朝。仕事してないから暇。あ、本当？じゃあ今配信してちょうどよかった。23日の土曜日の夕方にヒデと一緒に行きます。お、お待ちしてます。服の色も珍しい。珍しい。そう、初めて着たこの服。今日お仕事で着た服なんだけど、一般で撮ります。待ってる。絶対に来てね。いつ来てくれる？声とか聞いた感じ、ほぼ完全復活？うん、多分もう治った、風邪は。無事に。昨日はね、カラオケに行ったんだよ。昨日はね、あっこちゃんとね、ご飯に行ったんですよ。あの舞台白ひよで一緒になって仲良くなったあっこちゃんとご飯行って、カラオケ行って、久しぶりに歌ってきた。歌いたいって言ってたじゃん、リオ。歌いたかったし、カラオケ行くってあっこちゃんが言ったから、え、リオも行きたいと思ってたのって言って一緒に行った。みーたんが結婚したよね。見た SNS。 おめでたい。おめでとう、みーたん。服も三つ編みも似合いすぎてる。ありがとう。なんか女の子って感じ。女の子って感じじゃない。あっこちゃんはね、かなで役だったかな。かなで役。生誕の練習？あー、まあもしかしたら昨日歌った中にもしかしたら生誕で歌う曲もあるかもね。アイドル挑戦？あ、してない、してないよ。そういえばその話もあったんだよ。あこちゃんがさ、前アイドル歌ったけどさ、もうボロボロだったからやめたってあこちゃんが言ってて、リオどうしよっかなって思ったけど、あの喋ってたら気づいたら時間になってて歌えなかった。歌ったし喋ったし
走り回る子やな。そう正解。同い年だからさ嬉しい。なんか貴重。同い年あんまいなくて、意外といないから、そうこの芸能の子がなかなか周りにいなくて貴重な同い年。キューボ明日カードの引き落とし3万足りません。増やし方何明日までに。今からバイトしたら今からバイトしたら。アサルトは19か25に子供出る。おってことは初日か千秋楽だね。19が初日で25が千秋楽。結構千秋楽は倍率も高いのかな。1日で3万無理じゃね。そうだね無理だね。思った無理だじゃあ借りるしかない。お願いして誰かに、お友達か誰かに借りな。珍しい時間、そうちょっと珍しい時間なんだけど配信 してみた。同い年集めて軍団作ろう。軍団作る増えるかな。サルト19に行きます。お待ってる待ってる。初日だね。お待ちしてます。いやあのさ12日にさトークショーがあって、しかも夜 YouTube 配信にも出演させていただくことになったので、あの11月12日、もうすぐだけど、もうすぐですけど、アサルトな1日になりそう。初日とお誕生日と最終日はアサルトリリー行く。お待ってる嬉しいな。こんにちは、あんにゃん。こんにちは。こんにちはか。まだりはもう暗くなってるからこんばんはにしちゃった。最近暗くなるの早いからね。12日、おみさかちゃんです。そう、あ待って違う、12日は多分リオ普通に見た目でしょ。多分美咲ちゃんになるのは舞台本番が最初だと思う。こんばんは派、こんばんは派リオはこんばんは派でした白ひげの弟役の子、弟役の子はソラちゃんかな。あ、定型文がこんにちはになってんだ。あ、そうだったの。そうなんだ。むしろりおちゃんで嬉しみしかない。あ、ほんと？今日新しい服買いに行ってきたの、12日のために。おニューの服を着るよ。かわいい、かわいいって思った服を買った。サルト突撃とか猛攻撃って意味。あ、そうだったんだ。へえすご。じゃあもう攻突撃と攻撃はまあ舞台中にあるんだろうな。白ひげ最善で見れて思ったけど、みんな歯が綺麗で見惚れた。おお、へえすごいすごい。ちゃんと歯までチェックしてたの。リオの歯見えた。値札まだ取ってない、まだ袋から出してないよ買ったやつ。定型文増やしたり書き換えたり。あーなるほどね、できるっていいよね。でも何にしたらいいか分かんなくて、多分リオは変えてない。サルト19いきます。お待ってますね。ぜひもう1回じゃなくて何回も来てくださいラジオ感覚で聞いてる。うん全然いいよ。お仕事中だよねみんなこの時間。
モリリン誰？モリリン。ね、この色そんなに服着てないように見える？何色だろうこれ。なんかね、サーモンピンクみたいな、オレンジ、サーモンピンクっぽい色なんだけど。こんばんは。ベージュじゃないのか。ベージュじゃないね、多分。サーモンピンクっぽいんだよなこれ、実際に見るとね。2回目も行きます。お、嬉しい嬉しい、来てね、大盛りだから。あ、そういうこと。そういうこと。仕事終わり3時。おお、結構早めなんだね。着てますから服。安心してください。履いてますよじゃなくて、着てますよ。帰宅中。ああ、運転中なのね。服着てないの、着てないと思ったの私だけじゃなくてよかった。なんかみんな言ってる。そんな嘘でしょ。確かに見えなくもないか。でもこことここの色違うよ。見て、肌の色違うでしょ。オイリオ暖色系の服似合う。本当に珍しいと思う。多分暖色あんま持ってなくて、リオさ水色とか好きで、服水色ばっかり集めちゃうの。寒色系が多いと思うんだけど、これはなんか珍しい。買ったけどずっと着てなかった服なんだよね、実は。この上着あと、リオはやっぱりモノトーンが多いかな。服、自分のクローゼット見てもモノトーンか水色とかが多いかな。まあ秋はやっぱベージュとかね、いいけど、ベージュとかブラウン、モフモフニットの時期だね。ね、それな。女の子モフモフニット可愛いよね。ピンクとか黄緑着てる時も可愛い。あ、本当？嬉しい。そう、ピンクねあんま着ないんだけど、圧倒的ピンク似合う。あ、本当？なんか私服でピンクってなかなか着ない、なかなか持ってない。そう、服屋さんとか行ってもどうしても同じような好きなのを買っちゃう。ピンクね、確かに。今日試着でね来たんだけど、あ、買えばよかった。そう、それこそこういうモフモフ系のカーディガンピンク試着したの今日。買うの忘れてた。ピンクの着てたんだけど。アサルフトはどの日に、え、どの日でもいいよ、いつでも、いつでもいいよ。ただリオのお誕生日は12月22日です、ちなみにね。ちなみに言うと、でも本当にいつでもいい。うん、確かに水色とかモノトーンイメージだよね。そうなの。昨日のタンブラー、あー、あれね、カフェオレかな。自分は飲んでないです。なんやねんって感じでしょ。ママが作ったあれで、リオは写真が撮りたくて、なんか中にコーヒーかなんか入れてほしいってママに言ったら、じゃあ飲むから、後で飲むからって言って入れてくれた。そう、黒系の私服そう多いの好きです。昔からモノトーンが好き。19から25で言わさると、そう、新しいコート買った。おー、ウキウキだね。それはいいじゃん。ちょうど仕事終わった。お疲れ様。おちょ、終わりよ。へのお誕生日プレゼントツイプラに送った方がいいですよね、アサルトリルに持ち込むより。そうだね、多分そうだね、うん、多分事務所に送ってくれたら確実に受け取れると思う。だからこそピンクの服を送りたくなる。あー、でもさ、パジャマピンクくれたよね、あれすっごいお気に入り。そう、あれは本当にめちゃめちゃ着てる。ちなみに
確かに自分できないからね、嬉しい。でももらったらサルトすぐに行きます。待ってもらえますか。待つよ待つよ始まる前に来てね。ここ数年名古屋で見かけないけど、もう関東の人になった。あ、うんそうだね、上京して今東京にいる。名古屋で見かけない。そうだよね、リオもちょっと名古屋帰れてなくて最近。お揃いや似た服集めてからワイモノトーンコーデ多くなった。あー、そうなんだ。じゃあリオが着てるやつ着てたら確かにモノトーン増えてくかもね。アサルトリリーではプレゼントボックスないよねきっと。あ、わかんない、どうなんだろう。普通ないか。でも舞台とかってないのかな。最近買った黒のロングスカートが素晴らしく良くてですね。ロングスカートってさ使えるよね。わかる。今までリオあんまり履いてこなかったんだけどさ、今年買ったんだよ。リオも黒と白のロングスカート使える。めちゃめちゃに。もう名古屋より渋谷原宿の方が詳しい。どうだろうね、どうだろう。いや、なんか別に詳しいわけではないと思う。うん、そうね。マリオのパジャマ好き。嬉しい。あ、なんかさ、一昨日だっけ、一昨日載せた TikTok が結構バズってて嬉しい。海外でバズったのかな、あれは。コメント見ると海外の方のコメントがたくさんあってびっくり。みたいな、これがみたいな嬉しいです本当に。たくさんフォローしてくれてありがとう。あとインスタのフォロワーもさ、どんどん増えてて今11万7千になって、もう嬉しいですね、ありがたい。昨日また電車のドアにロングスカート挟まれました。危な気をつけて。満員だったの電車。結構物とか挟まると大変だから危ないからね。森リとお揃いの服今日届くんだ、ニコニコ。どれ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 だろう、どれ、どの服かな。こんにちは、こんにちは、こんにちは。いっぱいプレゼント出していい何くれるのいっぱいくれるのあのフィルターからのギャップような、ギャップね、そうだね、確かにフィルターのギャップはすごいが。秘密だよ。あ、秘密なんだ。あ、なるほど、会った時に来てくる感じ、じゃーんって感じ27になって初めてスカート買った。あ、そうなの。男なのにスカートっていう気持ちが抜けなかったけど、あ、そっか、まあ確かに確かにね。今でも男性でも履く方いるからね。それがめっちゃ良かったってことでしょ。でも買って良かったってなってるんだよね今。良かったじゃん。こんばんは、焼肉行ってくる。お、いっぱい食べてきてアサルトは19か25に1回。お、嬉しい。やっぱあれだね、初日と千秋楽が結構多いかも。ロングスカート履きたいのに身長足らない。あー、そっか。でもさ、ヒールとか履いたらさ割とこもれるじゃん。どう、逆にリオはロングスカートが短いっていう悩みが結構あって、リオは身長がまあまああるけどさらにヒールを履きたい系女子なのね。そうだからヒール履いたら、うん、なんかスカートが短くなっちゃうの。ロングスカート、そう、欲しいロングスカートあっても、あ、短いなって言って諦めることとかよくある。別に違う違う、足が長いわけじゃなくて違うの。
ヒールとか履きたいから結構長めじゃないとって感じで。それは秘密だよ、でかいプレゼント。でかいプレゼントって。え、この部屋に入る。この部屋に入るかな。仕事中だけど助けに来たよ。助けに来た、ありがとうね。配信じゃないや、仕事中に。オーディオ今日も可愛いなってことで、寝起きドッキリスピン、オーディオの壁紙を見ながら、はい、今日も見ながら配信見てる。でずっと壁紙にしてくれてるって言ってたよね。足削ろう。いや、やばいよ、これ以上足短くなったら困る困る。厚底の地雷系みたいな靴 26.5 取り寄せて履いたら身長180超えてうーんってなった。え、なんでうーんってなるの。いいじゃん、ダメなの。ダメなのそれは。確かにね、足疲れるよね、ヒール。わかる。リオも今日ショートブーツ履いてたけど、あとちょっと歩いてたら足痛くなってた。ロングスカート短いことに悩む人もいると知れてよかった。そう、いる、いる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 よ。高いのに慣れてない。あー、そういうことか。どう、身長が伸びた景色は。どう、ちょっと変わるの。お仕事に来ました。お、ここで会ってるの本当に。185の景色、リオも気になるね。結構どんな景色なんだろう。竹馬でも乗ったら185になるかな。オーディオの配信来れて嬉しい。来てくれてありがとうね。ようこそようこそ。ここで合ってるのは草。ここでしかないでしょ。そう？いっぱいあるでしょ。いっぱいあるよね。ヒールどこでよく買う？なんかバラバラ、めちゃめちゃバラバラかも、リオ。なんかね、バラバラなんだよね、本当に。ロングブーツとかめっちゃ履く。でもそのヒールがちょっと入ってるロングブーツとか履くかな。オイル結構歩き回りそうなイメージ。渋谷から表参道ぐらいなら歩きそう。あ、歩いたことある、あるあるある。意外とね、どうなんだろう、歩き回るってほどでもないけど歩いたことはある。全然いつも TikTok で見てる。あー、嬉しい、 TikTok 見てくれて。オーリューちゃんの身長同じだから靴のサイズで26。いやいや、26センチもない足。足のサイズは23.5 か4です。ヒールって何センチ以上履くことが多い。リオはね、5センチ以上は欲しいかな、ヒール履くなら。だから170は超えるね、毎回ヒール履いたら。そうなの、ちょっとでかい女になっちゃうんだよね。うん、5センチ以上欲しいから。そうだね、結構高いの履く。歩くというより走ってるイメージ。あ、そう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 だね。うん、合ってる合ってる。リオの身長166です。166センチ。わかる、結局スニーカーが楽。本当にそう、ディズニー行った時さ、厚底のスニーカーで行ったの。楽だった、やっぱスニーカーって天才。スニーカーだけど厚底がスニーカーが好きで、リオはやっぱ何でもかんでもね、厚底が好きなの。ヒールとかちょっとこう身長が漏れる、足がちょっと長くなるように。結局何でも基本的にこう厚底じゃないと買わないかも、靴とか。
細長い女だよ。そんなことないよ。嬉しい。ニューバランスのスニーカー買ったことないかも。リオ結構ね、あのスニーカーよく買う。プーマだっけ？プーマの厚底スニーカー可愛いのいっぱいあって、そう、プーマの厚底のスニーカーはよく持ってる。知ってる？プーマの厚底いっぱい売ってるんだよ。可愛いの。黒も白もまた欲しいなって思ってるんだけど、悩んで買って買えてない。黒と白が欲しいんだけど、どれにしようか迷って買えてない。11月ディズニー行くんだけど、あのね、ジェラトーニのベレー帽もう売ってないの。そう、店舗に売ってないの。あれリオもどうしてもかぶりたくて、そうネットで買っちゃったんだけど、もうね多分店舗には売ってないらしい。プーマの白の厚底持ってる気がする。あ、いいね、使えるよね。リオも1個だけ白は持ってんだけど、黒はね厚底持ってなくて、普通のしか持ってないから、厚底バージョンが欲しい。どうしても被りたかったから高額転売みたいなのを買ったわ。え、買ったの？買ったの？本当に？買ったの？ディズニーで2万歩歩いた。サンダルだったら壊れてまた妹子ちゃんにムービー撮られそう。あ、よく覚えてんね。そう、去年だっけ、2年前か去年。そう、リオサンダル壊れてさ、妹に車の中から動画撮られて笑われてる動画ね。懐かしい。めっちゃウケるよねあれ。両足壊れたから、あのサンダル7センチぐらいの底の靴。あー、いいね、わかる。リオも7センチぐらい欲しいかも。今度現場で会って席取るとき身長差で困ると思うな、自分小さいから。え、そんな気にしないで。リオはね、あのヒール履いてこう持っちゃうからさ、そうしょうがないって思って。そう、基本的にいつでもヒール履いてるからね。結構166センチより大きい。ナナちゃん人形ぐらいになりたいの？やばいよそれは、大きすぎるよ。お家の中に入りきれない。靴屋で買うの？それともスポーツショップ？どっちもある。例えば名古屋にいる時はイオンとか行って、スポーツ屋さんに可愛い靴が売ってるからよくそこで買う時もあるし、それこそあのリオがさ、夏にめちゃめちゃ履いたさ、ドクターマーチンのさ、黒ピンクのサンダルあるじゃん。あれもイオンのスポーツショップで見つけて一目惚れして買っちゃったの。そう、あれは本当に買ってよかったって思える靴です。なんなら靴下履いたら秋とかでも使えるし。背高い人大好き。嬉しい、嬉しいんだが、本当に？12センチのくらいのブーツ履いて190ぐらいになった時、景色違う、それはやばい、違いすぎる景色、さすがに。フィラも可愛いよね。あ、可愛い。けどリオ買ったことないかも。割となんかなんだかんだ同じ、やっぱりねスニーカーってなったらプーマが多いなやっぱ。でも韓国行った時にさ、あれ買いたかったんだよね、なんだっけ、韓国でさ流行ったさ靴、スニーカー、なんだっけあれ、なんちゃらなんちゃらってやつ。あ、コンバース、そうそう、コンバースのね真っ白のね厚底スニーカーが本当に欲しかったんだけど、もうサイズが26センチからしかないって言われてさ、もう売り切れちゃったって言われてショックだった。さすがに26は大きすぎて履けないってなって諦めたけど、コンバースのね本当に真っ白の
めちゃめちゃ可愛いハトソックスニーカー見つけたの。もうねこれ絶対買うって思ってお店の人に聞いたの。 23.5 か4ありますかってなんか翻訳でね韓国語で聞いたんだけどなかった。どっかで買えないかな。本当に欲しい。あれ白の全部アイボリーって言えばいいのかな。なんか白アイボリーの、そう可愛かった。23.5 か4あれば買ってくるよ。売ってるかな。お金払うね。もう買い取る。本当に買い取らせてほしい。本当に欲しいのあれ。でも売ってないよね。もうなんかリオが行った時は売ってなかったからさ、もう売り切れてた。ピエン。お金払うよもう。本当に本当に自分で買いたいからね。自分で買いたいぐらい欲しかったから。ドクターマーチン履き心地よくて好き。リオはねブーツの方はまだ履き心地履き慣れてなくて、そういっぱい履いたらあれってさ馴染むんでしょ。ブーツの方はサンダルの方はめちゃめちゃ履いたんだけど、ブーツの方はまだ履き慣れてなくて、今年いっぱい履こう。これから履くね。色は何が好き。色なんか何かによる。好きな色なんですかって言われたらピンクなんだけど、でも服とか靴とかってなったらやっぱモノトーンが好きなんだよね。そこはおごってもらい。おごってもらい。嬉しいけどね。 23.5 か 23.4 なんて言ってないよ。どんだけ刻むの。難しい難しい。白いブーツは好きですか。好きですよ。うん、使えるから。実際にリオも持ってるんだけど使えるよ。やっぱ白黒はもう結局何どの服装にも合うからさ使える。あ、韓国の靴屋でコンバースめっちゃ見た気がするわね。でしょ。そう、はや韓国にしか売ってないさコンバースが あるのよ何個か。そう見たんだけど、でも2店舗ぐらい見たけど売ってなかった。今日のリップかわいい。あ、ほんと？いつもと一緒なんだけど、ね、23.5 か24です。靴による。マリアとミミさん以外で高身長のメンバー、不純は多分その2人ぐらいかな。ラサイの時はもっといたけどね。すでに話してたら大丈夫だけど、今日はどうしたの？こんな時間に。あ、特に意味はない。ただ今日はもう早くお仕事終わって早く帰ってきたから、もう早くやっちゃおうって思って配信してる感じ。後ろの刺繍？これベッドです。衣装だったらびっくりしちゃうね。ここに衣装あった。ベッドです。初見です。え、絶対間違いじゃん。絶対間違って打ったやつじゃん。びっくりした。早く会えて幸せ。あー、ほんと。あー、そう言ってくれて嬉しい。夜はなかなか行けないからこの時間嬉しい。あ、ほんと。そうだよね。なんか結構そう、逆に釣りは結構夜やりがちなんだけど、夜にしか来れない方もいたり、こういう早めの時間にしか来れない方もいるもんね。あ、衣装かと思った。本当？
お布団これ。仕事終わったらまた夜来るね。おー、いつかな、もう終わってるかもしれないね。うん、終わっちゃってる可能性が高いかも。はじめまして、はじめまして、どうも、大森リオです。短め配信どうだろう、決めてないんだけどね。でも7時には終わるかな、長くて長くて7時に終わる、もうちょっと早く終わるかもしれない、わかんない、まだわかんない、全然決めてない。やるら、あ、静岡弁だ。2時間くらいやるら。静岡のさ人ってやるらって言わない、するらみたいな。静岡だけじゃない、厚底クロックス流行ってる、そう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 、可愛いよねあれも。時間年給、何、時間年給なんてあるの、え。ないよね。びっくりした。静岡じゃないんだな、豊橋の人間。豊橋でも言うんだね、なんとかやるらみたいな。まあ近いよ、静岡も豊橋もまあまあ近い、愛知挟んでって感じ。 TikTok の時舌出すの可愛くて好き。あー、ほんと、結構やりがちです、癖ですね。あー、ポッキーの日か、もうすぐ、確かに、ほんとだ。悪いっけねー、悪いっけねーって言うの。悪いっけねーは聞いたことないな、直接。種類たくさんあってびっくり。え、あのサリオ、今気になってるのあるの、トッポのティラミスだっけ、新しく出たんだよ。そう、それ気になる。でリオはね、ポッキーの極細が一番好きなの、もう圧倒的、あの極細ポッキーが一番ナンバーワンなんですけど、でもトッポも好きだしプレッツとかも好きだけど、それで今ね、新しいティラミスのトッポを食べたいなーって思ってる。でも結局ね、あのポッキー&トッポの日に買うのは絶対に極細なんだよね、いつも。結局、結局いつもそれ。バーバー方言バリバリ？いや、そんな、いとこのママの弟とかよく言ってるかもね、いとこたちが。弊社1時間単位で有給取れる、あ、そうなんだ、おお、そうだったんだね。いやでもリオの配信のためにわざわざそんなさ、あの時間なんちゃら使わないで、なんちゃらだって時間有給か。うん、そんなそんな。バーバはね、関西なんだよ、大津、関西弁なのかな、どっちかと言ったら。トポのティラミスめっちゃ美味しいよ、おー、すでに食べたんだね、うわー、いいな、美味しいよねあれは、絶対に美味しいよね、もう分かるもん見て。ローストプレッツ美味しい、分かる、たまに食べるとさ美味しいってなる。お前にとっては配信は大事やで。ありがとね。おずりを、おずりを、あ、それで去年滋賀に行ってたのね、あ、そうそうそう、そうだよ、そうなの、あの滋賀にはハトコたちが住んでます。
アーモンドのやつ美味しいよね。シナモンのやつってなんだろう、わかんない。アーモンドポッキー美味しいよね、わかる。意外と2世代離れると方言伝わらない。そんなもんかね。リオはあんまり方言ないって思ってんだけど、自分は名古屋弁ね。でもたまにイントネーション違うんだよ。そう、たまにね言われる、違うよって。みんなと配信時間かぶってなければそこ遊びに来ちゃうよ。あ、ほんと？あれで、かぶってたら来てくれないってこと？そういうこと？かぶってたらリオのとこには来てくれないの？ちょっとメンヘラみたいな感じで言ってみたけどこういうのがメンヘラっていうのかな。春巻き好きですよ。美味しいよね春巻き。オーディオ弁ってなーにそんなのないよ。メンヘラ可愛いリオ、メンヘラとはほど遠い気がするんだよね結構あー悩むの、どこに行こうかそういうことか。いや、おいで、悩んだらおいでこんばんはでやんすココナッツとココナッツ、え、ココナッツじゃないの、ココナッツなの。メンヘラなリオちゃんどんな感じなんやろ。え、リオもわかんない、どういう感じ、ちょっと本当にどういう感じなの。メンヘラって何、やむよみたいな感じ、来てくれないとやむみたいなえ、こういうのがメンヘラなのか。そう違うダブルピースください、イエーイダブルピース。オイラインめっちゃするとか、なんで返信してくれないのって。そんなそんなのするの、え、そういうこと、え、そうなの、そういうのしたことないわ。他の女のとこに行ったら星になってるえ、そんな怖いこと言うの、そういう怖いこと言うのがメンヘラなのえ、どうするのそれ言われたら、来るのさ結構怖い系なんだメンヘラって。バナナスムージー好きよ、バナナミルクよくお家で飲んでた。こんばんは。でも実際そんなさ言ってる人あんま見ない、いない、いないと思うけど。メンヘラゼリフね、他のなとこで浮気してたでしょ、なんで私見てくれないのなるほどね、楽しになってくれないと死ぬからとか。重重い、重いねあ、そういう感じ、そういう感じなの今すぐバナナミルクが飲みたい。え、バナナミルクよりも飲みたいわ、美味しいよね、わかろう。メンヘラ重いのよ、メンヘラ重いよそうなんだ。え、リオ絶対言わないせ、絶対にほんマジで真逆、真逆、真逆ってわかんないけど、絶対に言わないであろうセリフだなーって思うそうなんだ、へー。でもなんか役とかでやってみたいかもね。そう、自分が違うからさ、役とかだったら全然自分と違うキャラできるから、
メンヘラ役とかやってみたいかも。面白そう。まあ黒いメンヘラおらんな。あ、そう、みんなじゃあ重いんだ、メンヘラといえば。ちょっとやってみてほしいでしょ。リオもやってみたい。自分と違うからこそね。 YouTube のショートドラマとか、あーいいね、メンヘラ彼女役。うんうんうん、確かに。お水どこやったっけ。あった。今日はこちらの天然水でした。役になるとまたすごいメンヘラなキャラにいそうね。ね、だよね、わかる。あー、確かに TikTok とかで確かに。あり。なんかそういうないのかな、音源じゃなくてさ、なんか真似するやつ、真似するのがすでに、あ、飛んだ、真似するのがすでにあったらできるけど。 ENFP はメンヘラおらんそう。うん、あ、そうだね、間違いない、いないと思うね。いないと思う。リオのお友達、お友達っていうか、その映画でさ仲良くなったケイカちゃんも ENFP なんだけど、全然メンヘラ違うなって思ったから。違うわ。水飲んでる時が一番可愛いとか言われたらずっと水飲むよ。え、天然水といえば天然水。ん、天然水といえば天然水だよ。そうだよ、そうだね。オーディオの TikTok の自分の声でやってるやつ好きやで。おー嬉しい。そう、結構ね好評で、そう、自分の声でアフレコするやつね、嬉しい。なんかまたアフレコみたいなあったらやるね。そういうの調べたらありそうやけどな、調べてみよっか。1日2リットル飲むといいって言うね、わかる。でも2リットル飲めてないな、リオ多分2リットルも飲めてない気がする。無理だわねえ。天然水といえば天然水だけど、天然水じゃないって言われれば天然水じゃない。いや意味わかんない、天然水だよ、天然水なんよ。クロミちゃん好きならメンヘラ。え、でもさ、マイメロ好きなのもメンヘラって言われてたよね前。そう、リオさ、マイメロめっちゃ好きだったの。でもメンヘラじゃないけどなーって思ってたもん。あのマイメロ好きはメンヘラが多いみたいなもう聞いたことがあるけど、全然違う。ただ普通にマイメロが好き。しょげてやる、しょげてやるって久しぶりに聞いた。しょげてやる。黒目好きはマジでメンヘラだと思う。あ、そうなんだ。へー、冬、お湯、お湯はのの飲むよ。ちなみに今日はあったかいルイボスティー飲んでみた。なんか健康的じゃない？今日朝寒いなって思ってさ、あったかいルイボスティーを準備しながら飲んでたんだけど、あの現場着いたらあったかくて、やっぱ朝とお昼って温度全然違うじゃんってなった。朝寒かったのに。水って自分が薄まりそうで苦手。ねえねえ、どういうこと。え、初めて聞いた。え、大丈夫で、薄まんないから逆に飲んだ方がいいよ。待って、めっちゃ おもろいんだけど、自分が薄まりそうで苦手。初めて聞いた。大丈夫だよ、安心して。
大森リオメヘラです。大森リオは全然違いますよ真逆です。メヘラとは顔が好み。え、嬉しい、ありがとう。ホイ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 ですか。アサルトリリーの舞台行きたい公演ゲットできたよ。おお、嬉しい、待ってるね。本当に嬉しいな、絶対来てほしい。あと生誕祭も絶対来てほしい。まだ決まってないのに決まってないけど来てほしいだけ言う。あ、確かに水の味が苦手っていう人はいる、よく。うん、それはよくいる、いるね。リオはね、逆にお茶よりお水の方が飲むかな。お茶だったらやっぱルイボスティーとかよく飲む、ウーロン茶とか。生誕祭の日開けといてよ。おお、いついつ？いつ開けたんだろう。予想で開けた？もしかして。まだ決まってないよ。12月22は誕生日。舞台がある。アサルトリリー。生誕祭2月以降規模で。いや、多分ね、1月だよ。これだけ言っとく。1月だと思う。さすがに、2ヶ月遅れはないかも。多分、もしっていうか とりあえず12月はできないって考えたら1月だろうなって感じです。うん、1月のどっかだと思うよ。てか1月のどっかでできるように頑張るね。12月23ならいけるよ。あ、え、舞台おいで舞台やってる。12月23舞台があります。11月26。ええ、すぎ全然違うじゃん。やっほー、アリちゃんの生誕や。あ、そういうことか確かにそうだね、全然違うやんって思ったら、そうだね、それはそうだ。あ、その日開けといたってことか。いいと思う。移動になってから誰の配信も長時間見れてなかったけど、久しぶりに1時間近く見てる。おー、たまたまこのリオの時間があったってこと。よかったよかった。アリちゃんの配信じゃなかった。アリちゃんの生誕出れなそう。どうでしょう。いや、みんなの生誕出るけどね、出たいけどね、普通に全然出る全然出るわアサリリ好きだからオーリオとハタさん出るのびっくりした。え、もともと好きだったの。嬉しい、それは。前の生誕にも出てね。いつやる、当日生誕やるの、どこでやる。1月。泣き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 じゃないよ、来てね、まさき絶対だよ。当日空いてそうだね。ね、なんか入ってた気がする。結構リオ舞台終わった後もね、割とねお仕事入っててスケジュール。そうそうなの、意外とね忙しいかも。20クリスマスに舞台は終わるけど、普通にその次の日もお仕事入ってたし、なんだかんだ忙しくて幸せでしょそうそうだよ、忙しくて嬉しいおもなきおもなき。そういえばラサイの DVD 未だに見れてないな。俺の中でラサイ終わらせたくない。あえ、でもいるよねそういう人まだ。うん、わかるよ。
見たら終わっちゃうって感じしちゃう。舞台で仕事納めじゃないのね。じゃない、そうなの、そうなんだよね。仕事納めは舞台じゃなくてまだあります。早めに言うね。あ、ま、だいぶ早いかもうん、だいぶ早いかも。5月の25か6 豊橋の箱で。あ、そう、そうなんだそうなんだ。何するんだろう。相沢ルカって推しがね。そうだから、あ、そうなの。ルカち見てないんだ、まだ。知らなかった、そうだったんだね。美女のみんながいろんな舞台に出てて嬉しいね。そうだよね、わかる、嬉しい。リオもでも不純の舞台も早くやりたい気持ち、本当に本当に本当に。ミータの結婚&妊娠にびっくりしたよ。ミータのインスタにコメントありがとね。あー、いや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 、全然おめでたいよね。俺の誕生日は8月にだから開けといてねえ、すごい、みんなみんなの誕生日開けてたらどうする、何がある、やっぱ生誕するのみんな。自分の新作見たいよね。ねえ、ねえ、本当にそう、待ち遠しいね。自分の誕生日12月22、リオも12月22。本当に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 ライオンだ。え、急に一急だね。近すぎちゃってどうしようでしょ。さ、なんだっけ、サファリパークの CM、 これなんだ。本当に本当に本当にライオンが近づいちゃってどうしよう、たらかわいいよ。富士サファリパークだ、そうだ、やっぱサファリパークの CM だ。自分の誕生日はラストライブ前日だったのでそれどころじゃなかった。いつだ、ラストライブってさ、どっち29か31か、あれ30 31か、31かラストライブってことは30日が誕生日だったのかな。本当に本当にって言ってたから言ってたっけ。え、自分が言ったこと全然覚えてない。本当言ってた。マエストロが初舞台だったからまた舞台でみんなに会いたい。おお、そうだよね。恋しい。早く29の方、あ、29の方か。じゃあ28に誕生日だったかな。やっと家に着きました。ゆっくり見れる。おかえり、おかえり、おかえり。なんか歌う？まだ遅い時間じゃないからちょっとなら歌えるかな。ね、見て、見つけた、リオのイヤホン。でもこれ片方聞こえないんだよねそう、片耳聞こえない、多分聞こえないんだけど、前のやつよりはマシかも。31はフェアウェルパーティー、そうだね、フェアウェルパーティー。壊れた、壊れちゃった。これ結構前に壊れた。え、聞こえるか分かんない、最近使ってなかったから。これ新しいの買ったんだけど違うやつ買っちゃって、なんかね、カラオケ配信するとこもって聞こえるのよ。聞こえ的にはこれが一番ね、多分いいけど聞こえない、多分片耳。やってみないと分かんないけど。不純な劇中歌、確かに今回されてないね。確かに劇中歌が配信されたらあれね、聴けるのにね。
メープルシロップとかさ、アガサのあの一人の曲とかなんだっけ、がクラウディーガール、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 歌いたい曲。いや昨日歌ったんだけどね昨日歌ったんだけど、昨日歌ったから歌いたい欲はね収まった。ラスタイドの曲がいいです。おー、ラサイの曲歌う？いいよ。ラサイの曲何がいい？ティラリラリーン。ティラリラリーンね。ジャンボーリミッキー、ジャンボーリミッキー、ジャンボーリミッキー、ジャンボー、おい、おいだっけ。君のあっちゅう久しぶりに聞きたいです。あっちゅうね、君が代はちょっとあの一人で歌ってもらっていいですか。ヨルシカ、あ、昨日ね歌った、あれ、あの歌、あれ、ヨルシカさんのさ、あれだよ、ただ君に晴れ、あれね、あれ、あれ、あれで伝わるあれで伝わった、ただ君に晴れ歌ったよ昨日カラオケで。あっこちゃんも好きって言ってたから、じゃあ歌うねって言って、あー、じゃあどうする、とりあえずあっち歌ってみる、ラサイの歌がいいって言ってたから。なんだろう、なんかねこれといったのはないうん、なんかパーマンはあの声出しによく歌うんですけど、あ、最近歌ってないですけど一旦アチュー、アチューとか久しぶりに歌うね。聞こえるかなこれ、片耳聞こえないんだけどね、大丈夫かしら。では、あ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 、右聞こえないわ、荷物届いちゃった、ちょっと一旦待っててもらっていい歌うと思ったんだけど、ちょっと一旦待ってて。いなくなっちゃった。いなくなっちゃったかも。ポストに入れてくれたのかな。いなくなっちゃった。入れてくれちゃったよ。まあ、いっか。ごめんごめん。もう一回歌い直すね。再配達パターン。そうかも。まあいいよ大丈夫、多分急いでないからリオは、ね、置き配にしてくれたのかな、ちょっとわかんないまだ、でこれもう一回再生したら続きから流れるよね、どうしたらいいの、一回流してみよう。難かった、途中から行くの。では2度目の、こんな感じ
久しぶりに歌いましたね。あっちゅーん。やっぱ右聞こえなかった。やっぱこれが一番良くない？聞こえねえ。やっぱりこれが一番好き。同じの買えばよかったね。失敗しちゃった。壊れちゃって右が聞こえないんですよね。だからちゃんと歌えてるか分かってない。あんまり控えめの声量です。はい、そうです。難しいね。やすきくん忘れてない？振り付けは怪しいかも、曲によって。あっちゅーはどうだろう、まだ覚えてるかな。何歌おうか。
ちゃんと歌えてるかわかんないけど、片耳しか聞こえてないから。どうしよっかな。ただ君に春歌ってみる。わかった。じゃあ歌ってみるね。どうぞ。夜に浮かんでいたクラゲのような月が馳せた。バス停の背を覗けばあの夏の君が頭にいる。だけ鹿さんのただ君に晴れでした。どうだった？あのさ、傾き超えてないからさ、片耳なんかちゃんと歌えてるのかわかんないんだけど、歌えてたかな。いい曲、この曲好き。澄んだ歌声がぴったりで超良かった。おお、ありがとうございます。よきよき、いいよね、いいよね、この歌カル、いいよね。この曲と歌声がマジで合ってるんよな。ね、何回目かね。
ね、でも言ってくれてたよね、サバイブの時も、これが合うと思うって。でもその時さ、あれなんだよ、ダムに入ってなかったのかな確か。初めて聞いた人もいる？この曲。どうしよっかな。なんだろう。なんだろう。5年前の曲、5年前か、アイズの時にめちゃめちゃリンがヨルシカさん好きで聞いてた。遊びに来たよ、こんばんは。ドレス好きなんだよね。野菜の曲になっちゃった。女子、私がおばさんになっても入ってる。今日は三つ編み、小さい時に流行った曲、小さい時に流行った曲ってなんだろうな。大人ブルーね、あそこしか知らないかも。分かってる、欲しいんでしょ、つややかなその唇だっけ、やわなな、チャルチャルチャチャルル、そこしか分かんないかも。ルル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 ル、もう初めて歌った。あー、羞恥心、懐かしいね。今思えばさ、 A メロとか全然分かんないかも、なんか忘れちゃった、寂しか。全然通知に気づかなかったので今来ました、やっほー。でもあと20分ぐらいで終わりますね。 TikTok を投稿しなければなりませぬ。ちょうど今日の TikTok で、ね、歌ってるの載せようかなって思ってて、ね、グリーンさんだとね、卒業式の時にプライドって曲が流れて号泣してた。ね、7時までやっちゃった、なんだかんだで。プライドね、マジで本当に泣けるよ。しかも卒業式の時流れるのやばい。森の歌声好きです、嬉しい、ありがとう、やった。あー、旅立ちの日には歌った、そう、歌った曲は旅立ちの日に、で、退場するときに流れてたのよ、プライドが。
ラストアイドルの曲でアップテンポな曲で一人で歌えるの？あるよ。なんかラス、それこそ「アイシル」とか「ブレレグ」とかさ、ほとんどアップテンポだけどさ、一人で歌ってたよね、全然。配信で。でもめっちゃ大変。息継ぎは大変だけどね。アイドルはね、歌ったことないんだよね。この前アカペラでちょっとだけ歌ったけど、カラオケでは歌ったことがなくて。フルってなると多分、わかんないかも。2番とかめっちゃ難しい。アカペラではかなり歌ってた気が。歌えてた？本当？いや、自信はない。全然、本当に自信はない。緩和さんか。昔ね、聞いてたかも、ちょっとだけ。ドラゴンナイトとか。アイドル生誕祭。無理。無理かも。メンバーに歌ってもらうか。ドラゲナイ、ドラゲナイ。わけない今宵僕たちは友達のように。あれさ、なんかさ、マイク違うじゃん。あれがなんかすごいなって思いながら聞いてた。キムスの曲知らないんだよね。 フルで知らないんだよね。ライブとかで、あ、この曲好きってなる曲はあるんだけどさ。ダメなら途中で切ればいい。歌える？でも本当に事故りそうで怖い。愛理ちゃんと2人でアイドル歌う？ 難しいとこを全部追いつけた。 やばい。でも2人でも結構大変だよね、あれ。1番で切っていい？今歌うなら。マジか、マジで超やばいよ。もう、大事故だよ。あ、だって歌ったことないんだよ、カラオケで。歌ったことないんだよ。途中できるよ。いいの？自信はない。ガチ？歌ったことないから、なんか、本当にわかんない。タイミング。やばいやばいやばい、事故りそう。本当に怖い。ウケる。昨日練習しとけばよかったな。 わ、じゃあちょっと歌えるとこまでやってみる？わかんないけど。あ、下手とか言わないでね。 よし、じゃあ一旦やってみる。 一旦で、これって急に始まる？始まり方もわかんないかも、ちょっと。急に無ってキーになって入るのかな。やばい。よし、行くよ。どこ？無敵な笑顔だ、ラストメリア。知りたいその秘密、ミステリアス。抜けてるとこさえ、彼女のエリア。完璧で嘘つきな君は、天才的なアイドル様。好きな方は遊びに行くならどこに行くの？何も食べてない、それは内緒。何を聞かれてものらりくらり。そう淡々とだけどさんさんと、味噌で見えない秘密は蜜の味。これもないないない、これもないないない。好きなタイプは言ってもさ答えて。誰かを好きになることなんて私わからなくてさ、嘘か本当か知り得ない。そんな言葉にまた一人落ちる。また好きにさせる。誰も噛め合うわけでく。君は完璧で究極のアイドル。存在現れない。一番星の生まれ変わり。ああ、この笑顔で愛してるって誰もが。
らおまけです。お星様の引き立て役 B です。全てがあの子のおかげなわけない。シャレくさい、ネタに嫉妬なんてない。わけがない、これは下手じゃないからこそ許せない。完璧じゃない、君じゃ許せない、自分を許せない。誰よりも違う、君以外の人じゃない。誰も信じあがれてる、まさに最強で無敵な愛だ。弱点なんて見えたらない、一番帽子を宿してる。怖いことなんて見せちゃダメだね、死にたくない。どこまで見せない、ユニスクリーチャー、ラテチャー、ヒヤヒヤと本物の愛。得意の笑顔で沸かすメディア、隠しきるこの秘密だから。愛してるって嘘で積むキャリア、これこそ私なりの愛だ。誰かに愛されたことも、誰かのことを愛したこともないような私の嘘、うん、信じてる、いつかきっと全部手に入れる。私はそう欲張りである。特進大でみんなのことちゃんと愛したいから、歌っちゃったよ最後まで。なんやねん、え、初めて歌ったんだけど、やばい、いけてない、いけてない、いけてないよ。てかミラーボールありがとね。え、できてた？ラップはね、ちょっとなんか楽しんでやっちゃった。完走しちゃったよ、わかんないけどわかんないけどね、ところどころ。うわー、初アイドルうわー、やばいね、歌っちゃったよ。え、まだキラキラ流れてるし、ありがとうありがとう本当に、うん、本番行く1月ならいけそうだね待ってやばいよそれは。さすが元アイドルだね、完璧だ。え、ね、ありがとう、優しい。みんなねえやめてよ、完全体楽しみにしてるとかさ、ちょっとさやばいて一人じゃなかったらね、なんかいけそう、頑張って。それこそやっぱあの苦手なところを歌ってもらってね。いやー、練習してくるかまた配信とかでね、チャラッとならね。でも難しい、本当に難しいわ。やっぱり2番難しいかも、なんか難しいで2番のでも、はいはい、あの子は特別ですのとことかは好きなの、そこが好き。やばいよ、上がったり下がったり、この曲は本当に超難しい。初めて歌ってここまでできる人はそこまでいないよ。いやー、そう、初めて歌いました。全然上手じゃない。チャレンジチャレンジ、想像以上に良かったから本番に期待しかないねえいや嬉しいよ、褒めてくれて、うん、本当に本当にありがとうね、ミラーボールいっぱい投げてくれて、みんなギフトとかありがとうやばすぎ。コリンダンス好きかな、ワクワクじゃないのよみんなが踊りなじゃみんなが振り覚えてくるむずっ。めっちゃでかい声で歌った、多分全然控えめで歌ってなかったわ。キヤてかさ、この曲ってさ、ダンスあるの？サビ以外に、サビしかさ、わかんない。 TikTok とか
無茶ぶりしてよかったやだ本当に。リオはもう自分の歌がとても上手だということを忘れてると思ってました上手じゃないよ忘れてるとかじゃないけど見てダンスもある。あれサビ以外にあったっけ？マジ？そっか、いろんな方が踊ってみたとかやってるね。確かに確かに。それ見たらわかんないか。なんか TikTok で流行ったやつはわかる。なんか誰も。なんだっけ。あ、わかんなかった。ちょっと今やってみようと思ったけど全然わかんなかった。あれ僕も歌ってよかった。無理させてごめんね。そんなことない。ちょっと待って、謝るのは違うぞ全然なんか楽しんで歌っちゃったから。逆にピーマン体操の方が知らないかも。ピーマン体操違うね。違うな。なんだっけ。ピーマン食べたらスーパーマンか。ピーマン大好き。ピーマン大好きしかわかんないかも。いやいや、ピーマン食べたらスーパーマンになれるって。リュウピーマン好きだよ。スーパーマンになれるわ。初チャレンジ聞けてよかった。楽しそうだったし練習すればいける。いやマジ練習したことなかった。本当に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 って口癖じゃん今日。いやあのね、みんなが踊ってるのは知ってる TikTok で。そうでもね、見てるだけ見てるだけでね、自分撮ってなかったからさ。あれ一回覚えたはずなんだけど忘れちゃった。ゆうちゃんがさ六本木アイドルフェスで歌ってたじゃん、みんなで。その時にね、ゆうちゃんが教えてって言ってきて、でもリオも覚えてないから、リオわかんないって言ったんだけど、一緒にちょっと動画見てやってみたんだけどもう忘れてた。チンジャオロースね。ピーマン、チンジャオロースのピーマンめっちゃ好き。ピーマン多めのチンジャオロースがいいかも。あ、お肉も欲しいよ、もちろん。今度はオーディオの番よ。あ、でも結構さ、もうさ時代遅れ感ある気がするそんなことない？アイドルさ一時期 TikTok でめっちゃ流行ってたじゃん。今ちょっともう手遅れ感が結構あるなって思う。ハロー、配信やってたから仕事辞めてきた。いやそんな簡単に辞めれないでしょ辞めないで。しかもあとちょっとで終わるからさ、あと5分。パプリカ花が咲いたら晴れた空に種をまけ、まこう、どっちだまこうかな。ハレルヤ夢を描いたならだっけ、歌詞がわかんない。心弾ませあなたに届け、種をまけ、種をまけ。確かに考えてみたら命令してんのやばいわ。あんな可愛いさ、あの子供たちが歌って踊ってんのに負けとか言ってんのちょっとやばいね。確かにまこうですね、まこうでしたあね、推しの子シーズン2ね見たい、早く。本当に本当にまた波来る。じゃあその、ま、波が来たら乗せるか今って帰りの回、今帰りの回、今最後の一曲歌おうかなって悩んでたところ。あ、これ聞こえないんだった。最後の曲は何しますかね。
絶対あるやん。やっぱそう。星か。じゃあ星にするね。最後の曲ってやっぱこれなんだよね。久しぶりに歌うね、配信で。パーマ入ってないの。 ここショールームのカラオケ。リオもない。リオもね、歌いたいって思ってんだったけど。あ、黒い蝶か、黒い蝶か。 黒い蝶入ってないでしょ。 入ってないよ。 いや、歌いたいけどね。闇の中に覗いた鈍い風が吹く夜に君を追って探せばそっと飛んで消えた。 切なに見えたのは共感がしてる。連鎖するかな。ガチ恋？ガチ恋工場？ 出た。じゃライブで聞かせて、それはね。うん、18日会うじゃん。あ、ゆうちゃん歌ってた。そうそうそう。聞いて、1個エピソードがある。ゆうちゃんがさ、黒い蝶歌ってたじゃん。リハで、リハの時メンバーが見てたの、客席で。で、リオは黒い蝶でガチ恋工場したよ。みんなの真似して。そう、いつもファンの方がやってくれるように、ゆうちゃんが一人で歌ってる時にリオは言ってた。お前が一番も言っといたよ。 ちなみに言うと。 あと、やっぱガチ恋のとこやったね。 それは俺だけだよ。そうだ。 そっか。 そっかそっかそっか。 なんかそこね、ほんとめっちゃ覚えてるから言いたくなっちゃって。 そう、楽しかった。めっちゃ楽しかった。ガチ恋工場したけど。 みんなも楽しい？いつもやってるの。 聞かせてね、またライブで。あー、またね。お仕事頑張ってね。リオももうそろそろ終わるから、残り1曲歌って終わるね。あれ、得点会でやられるのクソはずい。あ、ごめんね、ごめんね、いつもいじっちゃって。じゃあこれからは黙っとくね。 心の中でやっとくわ。いい時間だったよ。あ、本当？よかったよかった。楽しい。おお、楽しいね、コールするの。てん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 。面白いからいいよ。あ、いいんかい。 いいんかい。 黙るよりは何言われてもありがとうございますって返す方がおもろい。 え？お前が一番がいいと思うよ、やっぱ。感謝大事やで。そうだよ、感謝大事、大事。感謝感謝で大事です。じゃあ、まぶしで終わりますかね。まぶし歌いますね。いきます。皆さん、今日も見に来てくれてありがとうございました。最後の曲楽しんでいきましょう。
今日は歌っちゃったね。歌っちゃいました。まあ早めの時間だからセーフということにしときましょう。流れ星で投げ続けてたからさすがにタイミング覚えた。すごい。でも久々じゃない？よく覚えてたね。久しぶりなのに。やっぱり流れ星ないよ。泣いちゃったよ。ねえ、でもほんと思い出すよね、なんか。やっぱり。最近歌いっぱい聴けてるうち。よかった。やっぱり歌うの好きだからね、そう、歌いたくなっちゃうの。ということで、TikTok 投稿しなきゃいけないから終わるね。歌の申し子。思いすぎじゃん。さすがに。ありがとうね。俺は顔見るの好きだから、見れるだけで。嬉しいやで。ほんと？やっぱね、なんかちょっと抑え気味に歌ってたからさ、上手には歌えなかったんですけど、聴いてくれてありがとうでした。俺は歌うべき。あ、ほんと？歌います、これからも。歌います。また TikTok で会おう。あ、ほんとに TikTok 投稿するからコメントしてね、よろしく。よーし、じゃあ順位読むね。今日の順位読みますわね。いきます。13位ホウスケ、12位がオッペンハイマー、11位がジェミョン、10位がエチゴのトンヤ、9位がミッチェル、8位が佐久間のりー、なんて読むんだこれ、なんて読むんでしょうか、佐久間さん。7位が懲役二郎、6位がミオタン、5位がラスエラブ、4位がチョリ、3位が制御不能のラビー、2位がナヨン、1位がイシー。ありがとう、ゆっくり休んでね。ありがとう。いいいい、ゆうちゃんの歌声好きやで。ありがとう。確かに事務所とかでね、確かに事務所だったらもう思いっきり歌えるから、それはありです。お疲れ様。今日は早い時間からの投稿じゃない配信だったんですけど、見に来てくれてありがとう。のりゆき、ごめんね、のりゆき。のりゆき、いつもさ、佐久間さんっていうのだけ覚えてた。
のりゆき。配信ありがとう、こちらこそ。では次みんなに会うのは11月12日だね。11月12日にアサルトリリーのトークショー、そして夜には YouTube 配信が、多分 YouTube 配信は誰でも見れるので、トークショー行けないよって方もよかったら夜の YouTube の方も覗いてみてね。あ、そう、12日はおニューの服、今日買ったおニューの服着ていくから、はい。じゃまたね、ありがとう、来てくれて。